ネギ坊主というビールの完成です。お披露目です。どうぞ。鳥取県の平井知事も加わってお披露目されたのは、クラフトビールネギ坊主。原料に使われているのは、境港市が県内一の産地になっている白ネギの種。通常は廃棄されてしまうネギ坊主の部分を活用しました。本当にすっきりとして、少し甘みというか、ネギの辛みかなと思ったんですけど、柔らかい感じのビールに仕上がってまして。このネギ坊主のクラフトビール、境港観光協会が地元の隠れた特産品白ネギの PR につなげようと、創業者が境港にネギ栽培を導入した縁で、境港市の食品メーカー日本食品工業に白ネギの新商品開発を依頼。これがきっかけで誕生しました。製造を受け持ったのは米子市の醸造所米子ビール。ネギ特有の青臭さを抑えるため、ネギ坊主を原料にすることを提案。すっきりとキレのあるビールに仕上げました。ネギエールという、これもネギに対しての応援という意味と、境港へ応援。やっぱり白ネギ農家、高齢化をですね、食い止めて、この地でまた白ネギを作ってみたいっていう人たちを増やしていきたいなと。このビールは8月上旬から日本食品工業の通販サイトで販売される予定です。ネギを原料にしたクラフトビールは全国で初めてだということで、観光協会は斬新なクラフトビールをきっかけに、境港の隠れた特産白ネギにスポットが当たればと期待しています。